こんにちは、ヒルヤスです、パワージェットのセッティングちょっと触ってみました。先日ね、取り付けたパワージェットなんですけども、ゴリラにも、モンキーにもこれ両方とも同じやつをつけてるんですけど、一旦このモンキーの方は4分の1開けしてみたんですけども、あれからねもうちょっと触って、今ね半回転開けまでやってみました。で3分の4開けも一回やってみたんですけど、それだとねちょっと微妙に濃いような感じがして、今は一旦ね半回転まで、開けを調整してます。なのでね結構ね少ない開け方でも効いてくるなっていうような感じがしました。で今ちょっとねこれアクセル開けたりとかしてるんですけども、ガソリンね結構これは上がってきてるような感じはね全然しないんですけども、それでも乗ると、濃くなった感じがします。でノズルがねやっぱり半分ぐらいまで、アクセル開けて半分ぐらいまで出てるので、結構中間域からねトルクがね増えた感じがします。明らか増えた感じがして、1回転とかね開けるとねだいぶなんかね濃くなったような感じがするので、濃くなったような感じっていうか濃くなっちゃうっていうのです。まあ一回もしつけて試してみるんであれば、まあ4分の1回転ずつ一回ちょっとね合わせてやってみてもらったらいいかなと思います。まあそんな感じでね結構このパーツ、安い割にはね、遊べるんじゃないのかなと思いました。でだから今の僕のPWK っていうのが MJN にしてあって、MJN でねやっぱり28とか本当YD28 用なんでね、それを21の PWK につけてるんで、やっぱりね 100% のパワーっていうのが出てないんだと思うんです。これ28の PWK だったらまあこのパワージェットもしかしていらないのかもしれないんですけども、ちっちゃい口径の PWK だったらパワージェットをつけてみたら、やっぱりねエンジンの負圧で吸い上げられるっていうかガスが出てるんで、足りないところでね、濃くなってる感じがします。なのでね、まあ500円ぐらいとかで買えるんで、まあ一回ね試してみてはねいいんじゃないのかなと思います。でまあ今日はねちょっとただその報告でちょっと喋りたかっただけっていう感じです。で後半の方はまあ週末、ちょっと、ご飯食べに行ってきて、で、ちょっとメガネ作ってきましたっていうね、そんなだけの、Vlog になってます。とじゃあねちょっとまた週末とか明るい時間とかに、車両の走行動画とかそのあたりもねまた撮っていきたいと思います。じゃあまああとは Vlog ちょっと見てみてください。限定なんか、うわすげえ、めちゃくちゃうまそうやん。あやばいこれ、うわいいね。えこれ絶対タコが食べたくなるやつやん。電車の電車なの、こうありがったな、トンテキやでって言ってすぐ止まったな。そうやな、そんないきなり止まるって思えへんかった。さっきいただき、食べて食べて、あ、すげえ、あ、すごいなこれ。あ、味こそ、あ、麺も結構太めで美味しいなこれ。うまいね。食べて食べて、あっちの目玉焼きね、はい、焼きだな。おお、来た、すげえ、めっちゃうまそうやん。めっちゃ美味しい。すっごい美味しい。やばい。卵はいつ潰すか問題で僕は最初に潰す。今何やってる？今第二組組んでる。え？第二組組んでる。第二？第二大阪かな？うわ、見ることある。第二。あのエビ食べ、あれ美味しいね。
あと本町に戻る。そう、本町戻って撮ったで久しぶりやん。たこ焼きとかめっちゃ久しぶりやわ。ん、たこ焼きめっちゃ久しぶり。Thank you.